でるんです。受験の受験、心をすり減るから。黙ってドキドキしてて。さくらの父の太郎です。私のことが心配で一緒に大学生になりました。親子で入学。どうも、さくらと一緒に大学生活を満喫したい、そういう父親なんです。え、お父さん、やっぱりうち普通じゃないって。さくら好きなんだ。ダメ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 、クソ親父。新日曜ドラマ親バカ青春白書、8月2日日曜夜10時30分スタート。